スペースビズ編集長の太田です。編集長の時事ネタ砲弾は、私の気になる時事ネタを独り言のようにつぶやくコーナーです。今回の時事ネタは、宇宙兄弟特装版38話お得です。まあ、ご存知かと思いますけれども、8月20日に宇宙兄弟の新刊ですね、38が発売となり、まあ、私の方はこちらのですね、心のノート2、こちらがこうセットになっている特装版を購入しました。まあ、2012年発売になっているんですけども、この心のノートっていうのも出ていたんですね。で、こちらは宇宙兄弟1から16までの中から、個性豊かな登場人物による名言を100個ピックアップしています。で、今回ですね、こちらの心のノート2の方は17から37までの中から名言を100個ピックアップしています。そしてなんとですね、初版限定で、まあ後ろの方にですね、2枚のこうシールシートというんですかね、こういったのがですね、こうシールシートというのがついております。で、まあコミック、こちらコミックだけですと税込み704円で、こちらの心のノートの2ですね、こちらの方をつけると特装版で2090円ということになっております。で、まあやっぱりですね、まあこちらの心のノートの時もAmazon で見たらプレミアム価値ってのがついていたんですね。ですから、今回もですね、こちらの38とですね、心のノート2のこのセットになっているものを購入されるとよろしいんではないかなってふうにちょっと思います。プレミアム価値に期待ですね。ご清聴どうもありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。上にマーク出てます。お願いします。